北西洋条約機構がアジア太平洋のパートナーとの関係を強化するため日本に連絡事務所を開設する準備を進めていることが分かりましたまた韓国やフィリピンの大統領がアメリカを訪問するなどインド太平洋地域におけるアメリカの軍事同盟は拡大しており中国共産党の脅威に対処するためのアジア太平洋版 n a t が具体化しつつあります日経アジア3日付の報道では NATO が東京に連絡事務所を開設し日本や韓国、オーストラリア、ニュージーランドなどの主要パートナーと定期的な協議を行う予定であると報じましたこの事務所が設置されればアジアで最初の NATO 連絡事務所となります現在、日本における NATO の窓口であるデンマーク駐日大使館が東京にある他の NATO 加盟国機関と協力プログラムについて調整を行っています デンマークのピーター・タクソ・エンセン駐日大使は新しい連絡事務所は単なる象徴的なものではなく日本と NATO の関係を強化する直接的なものになると話しています今年1月に NATO のイェンス・ストルテンベルグ事務総長が東京を訪れた際岸田首相と新連絡事務所開設について協議を行いました両者の共同声明では中共を国際秩序への挑戦者とし いかなる地域もその力によって現状を一方的に変えられることを許してはならないと強調しています。中共の元外交官である陳陽林氏は、NATO が東京連絡事務所を開設したのは、明らかに中共が国際秩序にもたらす脅威に対しての対応であると述べています。世界の安全保障の危機における革新は、今やヨーロッパからアジア太平洋地域に移っています。 特にウクライナの県で中共がとっている行動は非常に人々を心配させるものです特に中共が台湾への戦争をうたっていることは戦争が間近に迫っていることを印象づけていますまた両者は今年7月の NATO サミットを前に国別適合パートナーシップ計画を策定しサイバーセキュリティ宇宙偽情報対策の各分野で協力関係を深める予定です 昨年6月にスペインで開催された NATO 首脳会議では初めて日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドのアジア太平洋4カ国が招待されました NATO のこれまでの戦略文書で中共当局についてほとんど言及したことがありませんでしたが同サミットでは中共がヨーロッパと世界の安全保障にもたらす脅威が初めて議題として大きく取り上げられましたまた、同サミットは NATO とインド太平洋パートナーシップの協力関係を強化するための一歩と見なされましたまたインド太平洋地域におけるアメリカとの同盟関係も強化されておりアジア太平洋版 NATO が徐々に具体化してきています4月下旬韓国のユン・ソンニョル大統領が訪米し米韓同盟はあらゆる面で格上げされワシントンとともに自由の価値を守り推進していくと強調しました双方は 台湾海峡の平和と安定を重視しアメリカが韓国に核の傘を提供するとするワシントン宣言を締結しましたまたフィリピンのマルコス大統領も最近ワシントンを訪問しバイデン大統領やオースティン国防長官と会談しましたアメリカとフィリピンは防衛協力のガイドラインを発表し南シナ海での合同軍事演習やパトロールを拡大し リアルタイムの軍事情報共有を推進することに合意しましたどちらかが脅威を受けたり攻撃されたりした場合もう一方の側に支援を要請することができると言います台湾の国立政治大学東アジア研究所の長寿藩名誉教授は NATO ではアメリカが主導しており NATO の新しい方向性はアメリカの世界安全保障戦略の方向転換を反映していると述べましたその他 中共の軍事的脅威を受けオーストラリアは先月防衛戦略見直しを発表し防衛戦略を守りから攻めに転換することを公表しました8日カナダ政府は中国共産党在カナダ領事館の外交官張義士を国外追放しました。張氏は中共がカナダ保守党議員の情報を収集するのを手助けしたとして追及されています。 カナダのメラニー・ジョリー外相は声明でカナダは長義氏をペルソナ・ノン・グラータに認定しました。今回の決定はあらゆる要因を慎重に検討した上で下されたものですと説明しました。今回の事件の発端は2021年にカナダ保守党の総文公議員によって中共が行った新疆ウイグル自治区での大量虐殺を罪として有罪にする動きが国会で採決されたことにあります。その後 中共は総文庫議員に対し制裁を課しましたカナダの日刊誌グローブメールは今月中共の情報機関が香港にいる総議員の親族に関する情報を求め脅迫を試みていたと報じました同氏はさらに在カナダ中国総領事館の職員である張義氏がこれに関与していたと報じています同事件の発覚を受けカナダのジョリー外相は先週 中共による国会議員に対する脅迫を容認しないと強調しました私たちはいかなる形態の外国の介入も許しませんさらに私たちが物事の結果を考慮するとき私たちは外交官の追放を含む全ての選択肢を検討します在カナダ中国大使館はこの追放に対して断固として抗議しています今回の追放により カナダと中国の緊張がさらに高まることが予想されます。ファールンダーファーが世に伝えられ、世界中に広まってから今年で31周年を迎えます。アメリカ・ニューヨーク州の上院は、来る5月13日の第24回、世界ファールンダーファーデートファールンゴン創始者、李孔氏先生のお誕生日をお祝いする決議案を可決しました。4月25日、 ニューヨーク州上院は第24回世界ファールンダーファーデーとファールンダーファーが世に伝えられてから31周年を祝う決議案を可決しましたニューヨーク州上院が世界ファールンダーファーデーを表彰する決議案を可決したのは今年で11年目となります同決議案はニューヨーク州上院議員のディーン・バレー氏が定義したもので7人の上院議員の署名を得て前回一致で可決されました 決議文には来る5月13日の第24回世界ファールンダーファーデーをお祝いできることをニューヨーク州上院は誇りに思いますファールンダーファーは1992年5月に李光志先生によって伝えられ1998年までに中国で1億人以上の人々が実践していましたファールンダーファーの学習者は真・善・忍の原則に従って道徳心を高め それによって大きな健康効果をもたらしますファールンダーファーの修練は健康の追求にとどまらずより高い知恵と精神的な悟りを求めるものですファールンダーファーは1996年にニューヨークに伝えられ現在では世界114以上の国や地域で実践されていますと記されています 皆さん、こんにちは。私は兵庫県議会議員の黒川治でございます。本年5月の13日、法輪功が伝えられてから31周年を迎えると伺っております。誠におめでとうございます。全世界で法輪功の教えを、その福音に務められておられます方々に心からの敬意を表しますとと,ともに、改めてその31周年を お祝いを申し上げたいなというふうに思っております。しかし、大変残念なことではありますけれども、中国共産党によります法輪功への迫害、どういうことなんでしょうか法輪功の真・善、任を基本理念とした、その教えというもの、学びというものが、共産党にとって、どのような影響を与えているのか。しっかりとした教え、 しっかりとした人としての生き方を否定されるそのような迫害に決して負けてはなりません。全世界で活動されている皆様方のますますのご活躍、私もこの日本から応援をさせていただき、法輪功のこれからのますますの発展を心からご期待を申し上げて、お祝いのご挨拶とさせていただきます。頑張ってください。そしておめでとうございます。 え、法輪三31周年、誠におめでとうございます。平方市議会議員の田口義則でございます。えー、また中国の弾圧、いろんな角度からの弾圧に屈することなく、あらゆる努力を積み重ねておられる皆様に心から敬意を表する次第でもございます。え、さて、私ども法輪功に接する機会と言いましたら、えー、臓器集奪であるとか、またあるいは人権侵害、まあそういったことについてもですね、全国の同志とともに微力ながら、あ、活動し、 動いていきたいとそういう決意を新たにしたところでもございます共に頑張ろうではありませんかという思いを添えましてお祝いの言葉とさせていただきますこの度は誠におめでとうございました亀岡市議会副議長の平本秀下でございます現在チベットを応援する全国地方議員の会の副会長も重ねて勤めております聞きますと法輪功が 広められましてから30周年ということで誠におめでとうございます。聞いておりますと、法輪功は宗教ではないにもかかわらず、一方的な弾圧、また迫害などがあると、このように聞き及んでおります。このようなことがあってはならない、そういう思いで我々も活動をしております。皆様の活動がこれからもますます発展されますことを切にお願いを申し上げ、激励のご挨拶とさせていただきます。皆さん頑張ってください。 新東人テレビをご覧の皆様、こんにちは。堺市議会議員の西川良平です。このたび31周年を迎えられます。法輪功の皆様、おめでとうございます。ますますのご留守ご発展、記念しております。さまざまな弾圧のと法輪功の皆様、戦っておられます。我々、私、日本人の一人として、その活動、 支援してまいりたいと思います31周年ますますの発展ご留聴を応援してまいります本日はどうもありがとうございます理工師先生お誕生日おめでとうございますまたファールンダーファーで誠におめでとうございます親善忍の精神がより多くの世界の方に伝わってより良い世界滅の世界を救うことを願っております ファールンダーファーのますますのご発展をお祈りし、私のお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございました。Hey,